かる。おはよう。おはよう。朝だね。朝が来たね。ひかる、ご飯が届いたよ。ご飯食べようね。今日はご飯、野菜、味噌汁、多分とろろでーす。今日はごちそうですね。じゃあごちそうだよ。エビフライ、ケーキ、セキュア、コーラドです。おいしい。ずっと食べたかったケーキ。今夫が仕事をちょっと早めに終わらせて午後から動けるようになったみたいなんで、役所に行ってもらえることになりました。で、ちゃんとこの水曜日空いてるって午前中に言ってたんで、なんとか間に合うといいんですけれども、早くしないとちょっと腐敗が進んでくるとかわいそう。ひかる、夜ご飯が届いたよ。夜ご飯だよ。食べます。今日の夕食です。最後の夕食です。パン、いちごジャム、ご飯、オクラ、サバだね、サバ、ガンモ、みかん、ジョアです。ではいただきます。風がすごい。ひかる、おはよう。来てた。ひかる、おはよう。着いたんだね。ね、かわいいね。最後の朝食が届きました。ご飯、味噌汁、豆、大根とそぼろのあんかけ牛乳です。ピキャ、ご飯届いたよ。最後のご飯食べるね。作ってくれました。光、太陽の光はどうか。今ね、車、ただいまです。ピキャが帰りました。ピキャが。お家に帰ってきました。ね、今からご飯食べるね。今日のご飯はこれです。じゃーん。あれ、こちら牛皿。いや、どこも牛皿や。牛皿。でも牛皿、牛丼ですよ。松屋。あ、松屋にしたんで、松屋の牛皿です。牛皿丼です。近くの牛丼屋が閉まっててね、吉野家の。の。うん。うまい。食おう。入院中もこれくらいだったな、味噌汁。で、これが牛皿。ご飯が波。まあ、波だね。
少ないけど波で多分足りると思う。では久々の牛丼です。まーす。もう一回食べようと思ったのに、もうご飯が終わって片付けもした後思い出しました、作ったこと。何のために作ったのでしょうか。明日食べたいと思います。ピシピシ。